個一つ一つばらさないようにしっかり釣っていきたいと思います。始まりますね、落合選手ですね。5、4、3、2、1、スタートです。始まりました、サウリブの高橋です。よろしくお願いいたします。サウリブの森島です。よろしくお願いします。放流ラウンドですね。はい、何本取れるか。そうですね、どうなるか。落合さん、昨日結構取ってたから。そうですね、見物です。あ、おお、でも当たりはもう早速。すいません、横から松本さんのプレッシャーが半端ない。今日あれかな、やっぱ放流はもう下に下がっちゃってる感じだよね。昨日よりタウンオーバーしてて。そうだね、確かに。そうだ、うん、アウト側だけど結構ターン気味が激しいね。お、ジェイ選手ヒット。あ、からのやっちまったっす。ちょっと悔いが浅い、ね。なかなか棚が見つけられない。結構難しいね、やっぱね。今日結構冷え込んでますからね。昨日より若干2、3度、とにかく寒い寒い我々も寒い。そしてものすごい緊張。そうだね、先週よりも緊張みたい。ランディングできるか、どうだろう。いい入りしてたからね、大丈夫でしょう。まあ、okay. 結構魚大きい。大きいね。結構引くから多分バラすんだよね。魚はみんな引き強いもんね。強いね。結構上目から探ってるのかな、結構アクション細かく入れてる。なんか周りが釣れ出したからそろそろね、結構回遊もあるだろうから、対戦相手の吹き上げさんはちょっと下目ボトムにつけてから一回巻き出して、そうだね。こちらさんとは逆、真逆だね、攻め方としては。やっぱりまだ、まだ上目なのかな、手前だね。手前のブレイクあたり。ケイル・ブジランド2本目、結構遠投してるね。結構、大きめだね。でもかかってるのがね、手前だから、ボトムまではつけてないのか。つけてないね。手前のブレイク沿いかな、かき揚げ、かき揚げじゃないね、かみかみだね。ね、美味しい方になっちゃうね。かけ上がりだね、かけ上がり沿いで、やっぱ回遊だよね。当たりがすごい、2回ぐらいもう、吹上選手の方は当たりがちょっと出てないかな、ちょっと遠いかな。やっぱりこう下目とちょい、中層より下みたいな、で今日ねローライトだからね、魚浮くのかもしれないね。そうだね。落合さんの方が細かいシェイクとか、入れてるね。
対岸ギリギリまで飛ばしてるからね、うん、しかしすごい人だね。ね、うん、190人ぐらい、うん、すごいわ。ちょっと当たりが出なくなっちゃった、うん、こっからどうするのか、放りを追うのか、うん、ローテーションするのか。昨日のね感じだとやっぱ放りはね、うん、長く追っちゃうのがね、長く追っちゃうとダメだね。緊張してるでしょ、ね、そうなんですよ、うん、すいません、ちょっとね不慣れなもんで、うん、結構周り釣れてるの、うん、タイさんとの吹き上げさんローテーション、ローテーションしたね、うん、何投げた、ちょっと見えてなかった、ボトム系だね、あこう細かいね、落合選手ね、うん、細かいリトリーブのスピードと一回止めたりとかね、うん、いろいろやってるよね。また落合さんは何やってもできる人だろうから、さすが、うん、ここからどうクランクにするのか、何やっても上手だからって褒めとく。いやでも本当昨日スプーンでも釣ってたしクランクでも釣ってたから、でも1号池だったからね、うん、やってたのが、またねこの2号池の、ね、駐車場側とは全然対照的なね、うん、攻め方になっちゃうだろうから、 B 組は特にね難しいよね、難しいね。やっぱり当たりがねちょっとまあここでやっぱりね、うん、ローテーションする感じかな。同じ金形だけどグラムを書いてる感じかな、うん、そうだね、さっきより飛距離が、ちょっとアウト側はあれかな、魚が回ってないね、うん、難しい、うん、どう攻略していくか、ジャイ選手。キャンさんのボトムもそこまで当たりが出てるような感じじゃない、うん、どこまでね、スプーンで追うか、うん、前半でね、今2本、今2本、ね、うん、前半である程度、うん、突き放したいよね、うん、数を稼いで10分経過しました、ローテーションまで残り10分です。どう10分使うんだろうね。やっぱりスプーンよりクランクのがね得意だっていう話してたから、うん、そろそろクランクを入れるのか、それともねスプーンで押し通していっちゃうのか、うん、今入れた回遊が放流の回遊が回ってくるのを待つのか狙ってる、うん、いい入りしたね今ね、あーやっぱやっぱり浅いんだね、杭がね、やっぱ魚が元気すぎるよ、うん、強い強いね、今の一匹大きいね、バラしたのね、もしかすると今溜まってるかもしれない、うん、軽いので下目ね、巻いてるんで下攻めてる、うん、下目お、福建選手も当たり出てきたね、ボトム、うん、やっぱり手前だね、手前だね、当たりがね、うん、手前のかき上げ沿い、かき上げ上がるね、あんまり喋るとね、鉛出ちゃうから、あ、そっか
テージの。セカンドカラーね、シルバー系かな、うん、ホワイト系、グローっぽいね、うん、後ろがね金を残しつつ後ろグロー系、うん、だなあれ、うん、この一投でどうなるかだね、うん、いい当たりが出ればね、うん、下まで落としてる感じ、落としてるね、ボトムから巻き上げ、うん、ちょっと色が合ってないね、まだクランク入れてる人も少ないから、まだちょっと早いのかな、クランクだと、早いかもしれない、うん、でも試合選手はクランクのが好きだと言ってたので入れるよ、ね、この辺で入れましたね、昨日あれで超釣ってすごい釣ってたよ昨日、今後赤坂の折りからで出してもらう、そうだね、ここで突き放せるか、うん、すんごい当たるんだよねあれ、あの上から結構ね強めの色だもんね、うん、ピンク強い、ローテーションまで残り5分です、あと2本ぐらい取りたいもんね、取りたいね、うん、相手の選手も今度ボトムじゃなくてクランク、ね、普通のクランクになったね、ツブアンかな、ツブアンかクーガか、うん、なんだろうね、ちょっと見てきて、ちょっといけないよね、うん、落合選手のミニシケはシンキングなのかな、フローティング、うん、まあでもシンキングだよねきっとね、うん、すごいスローだよ、丁寧に、そうだよね、うん、俺もクランクイン逃げちゃうな、うん、まあクランクだよね、ボトム、ボトムかクランク、どうなんだろうね、ね、うん、なんか工事だったらどう攻める、うん、まあクランクからのボトムかな、なるほど、うん、まあ、言うても俺クランク投げないけどねそんなに多少ね、うん、得意な釣りで押し切るしかないのかな、うん、まあ、それも勇気だよね、うん、正直これだけ人が入ってれば魚もびっくりしちゃうだろうから、うん、そうだね、うん、なかなかシビアになっちゃうだろうから、うん、ローテーションまで残り3分です、クーガだね、あ、吹き上げ選手は、なるほど、フローティングかなきっと、うん、お互い当たりがね、うん、あんまり出てないから、逆に対戦相手の方はフローティングが逆に今度上目を狙ってるんだよね、うん、で逆に落合選手は今度下目下目に下目、うん、狙ってる、もう全然もう対照的だね、お、引き上げ選手来た、落ち着いて落ち着いて、はい OK、 そう考えるとやっぱ上なんかね、うん、どうなんだ、結構ボトムやってる人前半 A 組も前半後半ボトム
やりきってる人も多かったから、うん、戦略的にはね、うん、ボトムなんだろうけど、そんなに気温もね急に寒いわけじゃないし、ボトムいっちゃうな。うん、鬼怒川さんはね私たちの地元ですからね。ですね。さあ次何を投げるか。ローテーションまで残り1分です。この状況だとクランクも考えるよね。うん、残り1分だからね。うん、で今2-1、うん、色がね、うん、やっぱりあとさっきのねバラシ大きかったね、やっぱり。うん、あでこう晴れてきたからね、明るくなってくるとどうだろうね。うん、どうだろう。残り30秒です。あとは後半ね、一番アウト、アウトだね。アウトまでどういう釣りするのか。10秒前。おー、かけた。4ブザービート。2オッケー、すごいね。大きいね。大きい大きい、この1匹大きいね。大きいよね。すごく大きい。何色だろう。ちょっとオリーブっぽい色だよね。オリーブか。やっぱりあの赤坂釣り具店さんなんでね、赤坂フラッシュ、赤坂オリーブ、粒あんかなだね。いや、モカだね。モカなんですよ。